今いい？榊さん、堪能しちゃった。この列車エステルームまであるのね。そう、そこのマッサージマシンがすごいの。私すごく肩こりする方なのに一気に体が軽くなっちゃった。ナキリさんもよかったら使ってみて。疲れが取れると思うから。ええ、後でね。絶対ね。集中集中。なんで俺まで。はい。また来た。あのね、これ私の実家から送ってもらった玄米茶なんだけど、よかったら飲んで。玄米茶はカフェインが少なくて香りもいいからリラックスできると思うんだ。ええ。それじゃあね、ナキリさん、明日も頑張ろうね。ありがとう。よう、ナキリ、小腹空いてねえか？鮭の唐揚げチップ食わねえ。君まで来たのね、ユキヒラ君。ん？どうしてみんな私のところに。時間があるなら少しでも体を休ませておいた方がいいのに。ああ、それってさ、勉強会のことでみんなナキリにありがとうって思ってるってことじゃねえの？別に私は感謝されることなんてないわよ。私がやりたいようにやってるだけで。あったかい。お、雑木林を抜けるぞ。なんかイクラ食べたくなってきたな。は？何よ急に。ほら、なんか似てるじゃん。星空とイクラ、どっちもキラキラしてるし。似ても似つかないわよ。まったく、君には風流をめでる気持ちというものがないのかしら。いや、いい星空だとも思ってるってのは、鮭の皮かじってるから連想しまったのかね。もう何を言ってるのよ。あら、今までユキヒラ君の顔がちらつくだけで気分を返していたけど、今はそんなに嫌ではないわね。